はい、5時、45分函館をスタートいたしました。江差町ですね。65キロ曇り空です。江差に向かってます。江差まであと32キロ。小雨ですね。昨夜雨が降って川は増水、釣りになりません。残念でございます。この山道は会津田島と同じでございます。山しかありません。やっと日本海が見えたんですけど、ガスってるね。ガスってる。こんな感じ。青い海は見えません。はい、ただいま7時11分、乙部町だね。乙部町、乙部町だからこの辺だ。この辺にいますよ。日本海はガスって見えません。残念でございます。参りました。何にも見えません。同感が指示したもの。全然ダメです。あと瀬田名まで35キロ地点です。何にも見えません。はい、8時50分、やっと晴れました。やっと綺麗な海が撮影できます。函館を出て3時間、ですから200キロくらい走ったかな。綺麗な海です。車はほとんど走ってません。今寄ってて島かな。シャコタン、130キロ地点。はい、言わないですね。
時過ぎでまだこう並んでるのこれ。はあ、わからない。バカバカ。ああ、困っちゃったけど。小樽まであと40キロ。小樽まで40キロだね。流されちゃうよ。いやー失敗したな。ミミズ持ってくればよかったね。ミミズが腐ってたよ。まあな、田島からのミミズじゃ8000キロ走ってもな、無理だよな。この辺で遊んでねえか。あ、風が強い。届かれんもんな。これは、言わなくも。しっかり飲んでるし。魚影は濃いわ。あ、いけね。言わなくもでした。イワナ君は魚はたくさんいるけどダメだ。仕掛けみんな持ってかれちゃう。飲まれちゃう。もう取れたかな。着いたよ、小樽。函館から500キロ。3時半だね。なんだ